なんかこっから出るの俺恥ずかしいわ。恥ずかしい、初めてだね。ということで光一くん、そしてジャニーズジュニアの今井翼くんが頑張ろうな、翼頑張りましょう、はい、今日はアンダルシアに憧れて歌っていただきます、はいはい、でこの曲なんですけれども、昨年秋のミュージカルのショック、あの時は4人でその1曲をやったんですけども、はい、ちょっとこのリクエストも来てますのでご紹介しますね、はいはい、こうちゃんラブさん、東京都の方です。ポップジャムいつも楽しみに見ています。今度ジュニアの今井翼くんと光一くんの2人のアンダルシアを見たいので、ぜひお願いしますということなんですね、うん、お二人が一緒に出演した舞台で歌った曲、はい、このステージで再びねえメール見せていただきましょう、はい、スタンバイお願いします。それではポップジャムだけのスペシャルステージです。光一くん、翼くん、そしてカットゥーンの皆さんももちろん一緒です。アンダルシアに憧れて。憧れてバラをくわえて踊ってる地下の酒場のカルメンと今夜メトロでランデブー。ダークなスーツに着替えてボルサリーノを息に決め、イカス靴を履いた時に電話が俺を呼び止めた。ハドバの第三倉庫に8時半、誰か彼女に伝えてくれよ。ホームの端で待ってるはずさ、ちょっと遅れるかもしれないけれど、
サートの時コンタクトを飛ばしてしまうことがあるそうですが、あるんだ、はい、そういう時どうするんですか。今視力いくつなんですか。視力は 0.02 ぐらいですね。それはないとダメですよね、何度かライブ中に落としたことありますけど、発見したんですよ。発見あった。どうしたんですか。もうその時実は俺目いいんじゃねえかと思いましたからね。 あったから普通落としたら見えねえだろうっていう、まあ、それはいいとしまして、発見したんですよ。拾わなかった。いやそれってね、こうやってさ、こうやって撮るのかっこ悪いじゃない。こうお客さんこうやって入ってるわけですから、かっこよくどうしようかなと思った挙句、やった。さすがだね。もうそれも踊りの一部になっちゃうから。でも後で強しに聞いたらバレバレや。